こんばんは、田中玲奈です。今日はちょっとこういうレースで、レースな玲奈です。田中です。ちょっと待って、みんなパソコンないけん会話ができんだよな。今日寒くない？今日ずっと寒いんですけど、玲奈。室内も寒いし、外も寒いし。まあ、先週の変わった出来事といえば、タワーがたくさん入ったっていう嬉しいことがあったんですけど、15本でしたっけ？めっちゃタワー立って、ね、ちょっと本当にパソコンないけどみんな喋れんちゃん、待ってね。もうそれでよくない？もうね、すごかったよね、タワー来た。待ってね、みんなのコメントをもうちょっと下に乗るけん。え、全然こんちゃけど、今日暗いですか、画面。何も乗ってない、ほら。うわ、なんかいつもとパソコン違うけん見づらい。やばい。暗いですか？こうは？こんな感じ？来た？そっち、そっちにしようかな、じゃあ。はい、来ました。はい、ということで、え、なんかね、やっぱりね、タワーとか来るとテンションちょっと上がるよね。自慢したもん、レイナ聞いてって。あれ、タワー入ってない？タワー立ったし。え、やば、ワックン最高ありがとう。ちょっと待って、画面大きくしたい、これ。ちっちゃい画面が。これ？はい、来た、来ました。タワー入った、嬉しい。で、みんなにこれ言われたのが、コメント欄伸ばした方がいいよって言われたんですよね。先週投げれなかったからね、ありがとう。今夜もタワーバブルの予感。そうなったら嬉しいけど、またなんかタワー来たりしたら教えて、来たよって。はい、ということで、今日はまあ何の話していこうかな。最近、あ、そう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 、 MV だ。そう、おはよんに、そう、おはよんっていう朝のさ、ニュース番組にぶっ放せベイビーアイラビアの MV が初解禁されまして、そう、みんな見てもらえました？うわ、ま、え、待って、またタワー来た、やばいやばい。勝高さんと目尻さん、目尻さんね、目尻さんってさ、初めてじゃない？なんか名前あんまりウェンナの口からしたことないかも。そうで、おはようね、まあ、ちょっとの時間だけでも乗って、あの地上波で流れたってことはすごい大きいことです。すごい嬉しいです。ありがとうございます。レナも録画した。そう、チェックの衣装はね、レナ選んだけん。それなも昨日夜中に聞いて、あのブログ更新したぐらいの時にレナも聞いたんですよ。ちょっとね、寝とう人絶対多かったよね、マジごめん。でもレナも後で知ったと。衣装かわいかった、ありがとう。そう、チェックチェック、かわいかった、チェックチェック。あ、今日7000人超えたらつんくさんの感じ、7000人やったっけ、8000人やなかった、
7000か、7000超えたら、そうだね、つんくさんの、そう、感想だ言いますね。そうよね、寝とったよね、7000。そう、俺のあの衣装でワイドパンツっていうんですか、なんかその足隠すのってあんまりないけん、今回ちょっと新しいかなと思ったんですけど、まあなんかあの太ももやったとしたら、これが太ももここハートに穴が開いとったりして、それにすごい惹かれてちょっと選んでみたんですけど、そうで、みんながみんな同じ色やったらなんかちょっとなんかうざいかなと思って、まあちょっと色違いとかにしてみてね、選んだんですけど、サーターアンダギーどうやって作るのって。サーターアンダギー粉あるよ、粉、粉で衣装可愛かった、ありがとう。あ、本日8月17日はパイナップルの日。あ、ジャケシャがね、パイナップルのね服なんでね、たくさんの方にね買ってもらえるといいな。お、8月14日誕生日やったんやけど、おめでとう。じゃあ何日だ今日、17、もう17だ、早い。そうで、まあ最近そうね、始めたことといえば、刀剣乱舞、刀剣乱舞っていう、みんな知っとうかな、アニメの刀ラブっていうんですよね。いやーなんかね、意外とね面白かった。なんか刀剣乱舞、なんか舞台 やりようやん、何回かやりようやろ、またなんか新しくやんのかな舞台、なんかそうそう、舞台、恋愛するやつじゃないよ、戦うやつ。そう、インスタに上げてるんですけど、なんかその三日月っていう名前のあのいるんですよ、刀が、人が、刀が人がな、どっちって言ったりとかな、ゲームはまあ人かな、でも刀の名前なんですよね。マリンちゃんもしてる、それなんか教えたと、でやりようと知らなかったっちゃけど、やりようらしいね、そう面白いよって言っておすすめしたんですけど、なんかそう、美術館にそう刀とかね、なんか置いてあるらしいんですけど、すごい行列ができるらしくて、今大人気らしくてさ、なんか続きそう、続くと思う。なんかね、うわーちょっと時間余ったなとか、例えば待ち合わせとかにね、早く来すぎたな、ちょっと時間あるなっていう時にパパってできるし、なんか面白い。なんかね、いろんなセリフとかも入っとうけん、あれ音出してやるべき。なんかいろんなセリフとか聞くのが楽しいし、なんか聞いたことあるなと思ったら、なんと悪の娘で一緒に共演した、しかも弟役の、相手役の山本和富くんやってましたね、声。ここにもおるか、アレンと思って、なんかアレンやなと思って、声なんかなかなか出るんじゃんね、感じ読めないんですけど、マジで強いやつさ、わかるよ、なんかみんなさ教えてくれたやん、攻略なんかウィキペディありますよみたいな、見た、もちろん見たよ、それは何回やってもね、出らん、難しいけど、やっぱ強くしたいよね、これやり始めたからには絶対に勝ちたい。だけどなんか裏技とかあったらこっそり教えてほしい、レナに。課金すればいい、課金したらだって終わりよ、課金したら強いやん、そりゃ無料でできるよ。でもやっぱり課金をしていっぱい強くしとう人には勝てんかもしれんけど、でもすごいやり続けてレベル上げることにレナは意味があると思う。なんかね、しかも本当になんか毎日毎日やるけん、今なんか一緒にやりようメンバー、刀のメンバー、なんかマジ家族みたいになってきたでもな、なんか新しくさ、どん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 レベル上げていくと、なんか強そうなのとか出てくれちゃうけど、それをさ自分のメンバーに入れるとレベル1からになるけど、やっぱ弱いわけよねってなると、なんかまたレベル上げていくの難しいところっちゃけど、でも結構面白い、女の子やっていいと思う、なんか目の保養になるよ結構かっこいいよ、みんなゲームの中で軍団作れたりする。軍団ってなんだ、
あのね、第1軍、第2軍、第3軍みたいな選べるんですけど、4までできるけど、まだ4作れんじゃんね。なんか先に行ってないけんかな。まあ3まで作れるんですけど、でも三日月、何でしたっけ名前、胸、ね、ちょっとこれ見ればわかる。いや三日月はなかなか出らんらしいよ。いや結構初めに出た胸チカ、じゃ胸チカ。でもレイナが一番初めにやった時はあれですよ、ムムツ、何したっけこれ、ムミランと漢字わからん。結構かっこいいめの、最初顔で選びました最初ね、決まった音なんか選べる、選べる、あ、そう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 って、どれにそうそうって言うかわからないね。いや、でもね、ママにもね、見したったい、どれ選んだと思う、レイナって。もうすぐ当てられたね。あ、そう、むつ、うん、むつむ、え、むつむねみつって言うこれ、ちょっと足りんくない名前、待って、見るわ、見る今。でみんなで一緒にやったら超おもろいよね。むつの神よしゆきです。はい、むつの神、むつの神、そうで、これも強いんだって。ね、降雪左文字、なかなか出らんじゃんね。あのなんて読むんですかね、この漢字も、なんか作るやつよ、この刀剣男子作るやつあれじゃないですか、鍛えるみたいなやつ。 めっちゃ頭しか見てなかった。昔の時代が舞台。あ、インスタに載せた時より強くなった。あの、載せてないメンバー出た、強めの。結構ね、強くなってきたけど、ダメ。まだまだ。まあね、家に帰ってゆっくりやろう。あー、そうそうそう、サーバー重いって何？何のサーバー？どういうこと？携帯？このショールームの？どういうことかな？サーバーって何？刀剣乱舞の CM やったらいいやんって。え、やれるならやりたい、全然。それにはもっと極めんとね、刀剣乱舞。え、なんかもう最近食ってゲームとかやり始めたもんやけど、普通に舞台とか見に行きたいし。スカイピースとコラボしてほしすぎて、また唐突なコメント。そうね、あの最近スカイピースなんかドッキリ仕掛けたやんか、みんなに。なんかあの二人超仲いいのに、なんか本当になんか人体が切れたみたいな感じの、本当に連絡切れたかと思って引っかかったよね、まんまと引っかかった一視聴者。タバコのやつ超受けたんですけど、ドッキリのためにタバコ吸ったことないのにさ、吸い始めたとか、マジ体張るわと思って。いや面白いよね、やっぱ YouTuber のみんなもさ、毎日水たまりボンドもそうやけどさ、企画考えてさ、みんなが楽しむように考えてさ。楽な世界じゃないよね。24時間やったね、水たまりボンド。夏らしいことした？うん、この前お祭り行ってきた。なんかハム系ばっかり食べた、ソーセージとかハムとかスパムとか、マジハムばっかり。何飲んでるの？なんか桃のジュース。え、はぁ、タワー来ました、また山出さん、ありがとう。山出さん、この前も入れてくれた？
よね。え、和隆さんまた入れたこれ。ねえ、ありがとう。なんかさ、すごいレナのためにまだ こんな風にしてくれる人がおるっちゃねっていうのがすごいわかる。わかるときってマジでこれから頑張ろうと思える瞬間。うん、嬉しい。いや普通に嬉しいよね。タワー入れてくれた人、タワー入れてくれた人みんなメモの後でさ個人的に喋ることにしよう。そうしよう。ちょっとみんな一から教えて。タワー入れてくれた人、タワー、あ、さすが、もうメモってます。後で喋ろう。そうしよう。そうせんとね。 OK、タワー入れたら個人的に喋れるの、個人的に喋れるのっていうか、そう、なんか最後にちゃんと1対1で喋る感じで喋ります。だってね、そんな入れ、なかなか入れてくれんの、そんなね、入れてくれてからね。え、最近、まあ夏や、まあ最近ちょっと寒いけど、なんか可愛い帽子ないかなと思って。普通の帽子は嫌なんですよ。なんか、なんて言うんでしょうね、こういうこうちょっとちゃんと膨らみのある、これ何でしたっけ、名前キャスケットでしたっけ、キャスケット、ベレー帽、なんか、なんかな、これなんか中間、なんかこう分かる意味、ペシャーンってなったのも嫌い。こういうちゃんとこうふわんってなって後ろにこう下がれるやつが好きで、夏ってなかなかないけんさ、こういう帽子なんか可愛いな。なんかなかなかね、かぶってみるのは分からんちゃけどね。冬は結構あるけどさ、夏ってさあんまないやん。この帽子なんか109でなんかパパッと見つけて結構安くで買った、男の子忘れたけど。色は何色がいい？それね、黒持っとうけんな。でも言うて白ってあんま使わんけん、何色可愛いのかな。なんか黒でも、あ、今日違う黒かぶったなって分かる黒がいいんですよね。分かります？意味、まあなんかだけ、なんかここについとうとかなんか分からんけどさ。あ、まあブラウンもまあ合わせやすいか。うん、夏ってむずいな。ベースは黒が好きというか、まあ、黒の方が服に合わせやすいっていうのがすごいあって、なんか目が痛いなんだよ。でもね、冬にこの前バラクっていうところで展示会行ってきた時にマジで可愛い帽子頼みました。楽しみ、早く冬にならんかなって感じ。ダイソーに帽子入れるとやばいね。ねえ、展示会ね、展示会いっぱい行きたいよね。ツバがあるタイプがいいのかな。なんかツバがある方がなんかまあ可愛く見えるよね。なんか頭がこう大きくなるというか、そういうの可愛いよね。こういう時ってさ、こうやって二つ結びしたりなんかしても、なんでしょう、なんか、うん、こう大きいのが好き、こうゆとりがあるのが好きですね。でもキャップは被るところはちゃんとフィットしてほしいけど、このツバがちっちゃいのがあんま好きじゃなくて、レーナよく夏にレーナが被ると白のキャップ、わかります？まあ、もらい物なんですけど、みんなにすごい可愛いって言われて、結構レザーな、レザーでしたっけ、何でした、あの革の生地なんですけど、まあ夏に結構被るんですけど、そういう帽子、それキャップだったらそういう形がいいかな。あ、新宿レニー、そう、まあ、あの8月12日にねラベンダーのツアー最終日迎えたわけですけれども、レナこのツアーの中で一番楽しかったです。なんか最後やけんと思って、なんかもうすごい出し切って、 MC でも言ったけど手が短いみたいなこと言ったんですけど、なんかダンスってこう大きくこう動こうとすると、なんかもっともっと手とかもなんかもっと伸ばしたいみたいになるんですよ。足りんレナの手の長さじゃみたいな。でダンスに不思議遊戯で一緒やった富田大くんと、悪の娘で一緒やった中村めぐみちゃん、二人がレナのソロ曲のシンデレラタイムのバックで踊ってくれて、で未完成娘っていう曲でも一緒に踊ってくれたんですけど、
楽しかった。あれなんかね、家に帰ってビデオ見たった、自分のこの引き映像やけどね、なんかシンデレラタイム見た時にこれだと思った。なんか泣きそうになった。なんか昔の感覚思い出したっていうか、どこ見たら目がさ、どこ見たらいいかわからんくなったのが久々すぎて意味わかる。モーニング娘。の時やったらさ、なんか自分も見たいけど全体的も見たいしみたいな。でなんかやっぱラベンダーになってから、なんか自分の動きを見るみたいな感じだったんだけど、なんか久々になんか全体的に見たいと思ったね。すごい感動した。やっぱね、なんかこうプロのダンサーさんっていうか、二人ともほらダンスが好きで、まあ、仕事としてもちゃんとダンスをやるよう二人やけん、プロのダンサーさんにこう後ろこう踊ってもらうっていうのがほんとね素敵な、なんか贅沢なことで、レイナがこう今回新宿レイに多いと思ったのが、レイナがもしねこの芸能界を辞めて歌を辞めるってなった時の最後の卒業ライブみたいな時は絶対にダンサーやってほしいと思った、うん、ダンサーに囲まれてレイナが一人で歌って、じゃあみんなまた会える日までさよならって言って締めたいなってマジで心から思った。感動しました。引退せんよ、まだみんなが応援してくれる限りは引退しませんけど、わからんやん、みんなやめないでとか言ってくれるのがさ1週間後とかに言ってないかもやん、人間わからんやん最近こういう話ばっかりするとね、友達になんか寂しいねって言われる、どうしたら暗いよみたいな、でもわからんけん、そんな引退ダメって言ってくれるのはずっと応援して、じゃあネガティブというかそういう気持ちでやりよかんと、なんか調子乗りたくないっていうか、調子乗ったら終わりと思うけん、やっぱりみんな追ってくれるしなみたいな、何しても許されるやろみたいな、そういうのもダメと思うけん、一回一回ねやっぱ、うん、大切にっていうか、今からもらえる仕事とかもなんかこれから先またあるやろみたいな気持ちじゃなくて、これ一回限りかもしれんとかいう気持ちだったらやっぱすごい楽しめたりとか、体調が悪い日でもなんか楽しくできるなとかっていう思える、うん、はい、タワー来ました、ありがとう、みんな知らせてくれてめっちゃありがとう、またタワーってありがとう、うん、そう、まあなんかそういう気持ちで仕事ができるようになったのもやっぱり卒業して、モーニング娘。を卒業してラベンダーとして活動してから、まあ3年ちょい経ったぐらいに思えるようになったかな。まあだけ今5年やけ、今まあ最近と最近よね、うん、そうやね、だけんこそ、まあ、8月11日ライブ終わったやん、それ終わってからもやっぱライブやりたいなと思ったし、なんかみんなはどういう形でなんかライブをねこっちが提供したら楽しんでくれるかなとか、でレイナが思うのは自分が見よって楽しいなって思うことをみんなに見せたいっていうか、みんなも楽しいと思ってくれるんじゃないかと思って、まあ、全部が全部ね OK もらってできるわけじゃないけど、できる限り自分がお客さんやったらどういうのを見たいかっていうのを考えながらやりたいなっていうのを心がけとうと、あ、また山出さん、ありがとうございます、山出さん、うん、ありがとうございます。そうで、この前アンコールでいつもはやっぱ足出しとったっちゃうけど、なんかカジュアルになんかアーティスト気取り、アーティスト気取りっていうのもなんか面白いけどやってやろうと思って、まあ、サロペットじゃなくて、何でしょう、オーバーオール、オーバーオールでやったんですけど、普通のオーバーオールじゃなくて、あれなんかワイドパンツになった音、オーバーオールのワイドパンツなかなかなくて、あそこで見つけたんですよ、あのインスタ載せたけど、ロデオクラウンでしたっけ、ロデオ、うん、そう109にあるお店、あれかわいい、そう、なんか足出さんで大丈夫かなってちょっとドキドキしながらやってみたけど、好評でよかったです。引退前にロッキートークイベントもお願いします引退してほしい、まだせんよレイナ、分からん、でもそれは分からんけどね、まだせんよとか言いながら、いつそういう時が来るか分からんし、あ、ロデオ行く、みんな
結構可愛いのさあるね。今回衣装を探すようになってからいろんなお店をなんかちょっと点々としてみようと思って、普段全然見なかったお店とか見てみたら結構可愛いのがあったけん、ちょっと個人的にこれから私服そこで買おうっていうお店も結構見つけられたけん、マジで、まあ、約1週間衣装を探す時間マジで大変やったし、まあ、頭はげるかと思ったけど、でも結構新しい発見もいっぱいできた。そう、ファッションの幅ね広がったかも。なんかやっぱいろいろなんか挑戦したい気持ちが出てきた、ここへ来て。めっちゃハゲ取るやんみんなコメント。いや頭使いすぎた、なんか頭やばくない、なんかやば大丈夫かなってなってくるやん。ロングスカートね、そうかもね。まあ、ロングスカートの種類にもよるけど、なんせチビやけんあんま全部が全部買えんわけよ。だからもう全部とりあえず試着するよね。試着せん日はない。昔はもうめんどくさくてとりあえず買おうみたいな感じだったけど、最近だけん挑戦したことないファッションが増えたけんこそ試着せんとわからんけん。ハニーシナモンもご利用ください。服屋さんどこにあります？やっぱ原宿とか、原宿系の名前やってるね、今可愛かったもん名前。あ、なんかすごい英語のコメントだけど、なんだあんた可愛いわ、わからん。レナ身長いくつ？多分ね 152. 何かかな、まあ152ですかね。ちっちゃいんですよ。最近とぎもちさんが食べた中で食べてみた YouTuber ね、パリーバケットでしたっけ、韓国のパン屋さん、そこのパンがすっごい美味しそうやったか、食パンモンスターの食パン、この前喋ったっけ。遺伝なになに、チビちっちゃいのが遺伝じゃないかも、だってそのままとパパちっちゃくないもん言うて。モンスター先週言ったね。嫁さん146cm ミニ盛りだね。ネックレスどこの、これ多分ワンスポかな、結構昔のワンスポだった気がします。そう、あまあね、小さい人のがまあ可愛いっていう印象があって、まあ大きい人って綺麗っていうねあれがあるもんね。中間地点でいいよね、もう160ぐらいが良かったな。72センチ大きいな、いいな。コメントの流れが遅い。ステージで小さく見えん？マジで超ちびやん、引きで見ると。いやね、こういう風に上半身の顔だけ見ると大きそうって言われるんですよ、結構。身長大きそうな顔してます、顔がでかいってこと。またタワーだって来た、アヒゴさん、前回とアヒゴさん、やっほー、今来たのかな、アヒゴさん。なんかね、レナ、みんながアニメにねなんかハマる理由が分かったんですよ。アニメってさ、やっぱ夢があるよね。なんか綺麗、清潔感あるやん。身長高いし、男は。女はもう目の半分ぐらい、ま、顔の半分ぐらいの目あるし、白いし、綺麗やん。だけど、やっぱ普通の生身の人間よりさ、いいよね。すごい、だけどアニメ最近見るけん、ちゃんと。なんか見ながら思った。可愛いしね、とりあえず。なんかさ、ダサい役とかあるやん、アニメでも。全然ダサくないけどね、顔かわいいから、とりあえず。東京ランプアニメあるよね、そう見たいっちゃけど。そう、美男美女ばっかよ、もう。
や、なんかだけね、アニメのねお仕事ねしたいなって感じ。なんかそう興味が湧いてきたってことは、なんかなんて言うとかやな、なんか全くさ知らんやったりとかさ興味なかったりしたらさ、そういう仕事とかにも関われんと思うと、でもやっぱ声優さんすごいもんな。でもアニメといったらね、8月26日にあるアニメツーリズムっていうイベントがありまして、まあ、それに出演させてもらえるけん、なんかまあ声優さんとかおると思うけん、なんかちょっといろいろなんか勉強できたらいいなと思って、みんな来て、声優はやらないんですか？やりたいです。でも勉強せんとやるには、11時からやけん、そのイベント来て。なんかね、チケットは何でしたっけ、このあ、最後ね言うね、なんかそこのサイトから、そこのサイトに行ったらチケット買えるみたいです。11時にあるよ。そう、以前ね声優さん やってたんですよ。声優さんだって、声優なんか やらせてもらったんだけど、もうその時はその時で頑張れたけど、今やりたい、今の方がなんかもっと頑張れる気がする。やっぱり年取っていろんな経験をしてきたっていうのもあるかもしれんけど、今やったらもっといろんな人のなんか技術とかを盗んで、もっともっとなんか自分に活かせる気がする。やっぱ舞台、ミュージカルやり始めてから一人で外部の、なんかもっとそういうのやりたいっていう気持ちが強くなったかな。レイナすごく表現力上がったって思うと嬉しい。恋の幅も広がったんじゃない？広がったかな。そう、今向上心すごいある時期なんで、うん、やっぱいろんなことやりたいな。とりあえず30までにいろんなことを経験したい。うん、え、シンデレラタイムで成長伝わった？嬉しい。でもすごい楽しかった。あれはなんか表現力って大事よね、あの歌。あの歌ってかパフォーマンスかな。あー、ライブやりたいな。そう、表情を一曲の中でコロ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 変えるんですよね。楽しいんですよね。でもなんかその表情を変えるといえば、なんかその MV、ぶっぱなせの MV もなんか久々に MV 撮影して、まあ、顔芸勝負やん。楽しかった。MV 早く見てほしい、みんなに。ソロバージョンもそうソロバージョンもついてんですよね、各メンバーの。ワイワイリップ？あ、ワイワイリップ、ワイワイリップっていうワイワイリップはないかな。でも3人でまあなんかやるようなのはあるけど、え、おはようのあの短さで今生きてる、あああれ見てくれたってことね。そっか、みんなはもうあの時間しか見れてないっちゃうもんね。全部チェックできたけど、もうそっか、あの時間の MV しか見てないもんね。早く見てもらいたいな。
そう、1週間ぐらい渋谷で服を探し歩いた。あ、渋谷だけじゃないよ、いろいろ行きましたよ。まあ、でも基本渋谷探しましたけど、ちょっといろいろ渋谷にはやっぱないものとかはいろんなとこ回ってみましたけど、やっぱ1回じゃマジで見つからん。これいいかもと思って歩きよったら、なんかあれこっちもいいかもみたいなのが見えてきて、なんか候補がめっちゃできんですよね。疲れるよ、疲れる、でも楽しい。そう、スタイリストさんってすごいよ。しかもさ、レナはさ、自分の衣装込みでさ、自分がやりたいものを頭に浮かべてやれるけど、スタイリストさんってさ、頼まれてさ、探しに行くわけやな、大変と思う、マジで。MV でなんか面白いなと思ったのは、レイナがこういっぱい出てきたりするやつ、そういうとこ見てほしいな。あ、そっか、昨日お盆やったのね、昨日まで。今日から仕事の人とかいっぱいおるじゃないね、天気悪いしね最近。今日もチョコ食べたの？はい、いい振りきました。チョコレートの紹介の時間にしよう。でもなんか結構喋ることまだあるけん、パパッと紹介しますね。後でインスタにはあげますけども、今日はみんなに紹介したいものがありまして、まずこちらです。可愛くない？これ今日行ってきたんですよ。チョコに見えんやろ、なんかアクセサリーかなみたいな。知ってます？ここリボン、やばい。これは食べログとかでも1位になっているケンズカフェっていうお店のガトーショコラなんですけど、これグルテンフリーなんですよ。意味やからグルテンフリー、小麦粉使われてないんですよ。でもね、なんかこんな美味しいガトーショコラ初めてあった、やばい。これなんか前回なんかちょっと前になんかいただいたんですけど、人から。で食べたらすごい美味しくて、ちょっと今日行きました。めっちゃ美味しかったです。これはケンズカフェ東京って言って新宿にあります。新宿、みんな検索してみて。でね、ここのチョコ大好き。こんな感じですね、中がトロットロなんですよ、やばい。でこれまあなんかそのまま冷えたまま食べても全然美味しい。最初はね、冷えたまま食べてしまったけど、まあ今日あったかいの食べてきて、まあ、レンジでね10秒から15分温めると、なんかフォンダンショコラみたいな感じで中がトロトロして外が結構固めな感じになるんですけど、でこれ全部にこのワンホールっていうか1個入っとっちゃうけどね、いくらやったっけな、これ3000円やったかな。でも食べログとか1位なんですって。いやでも3000円出して食べたいって思う、食べてって感じ。これやばい、なんかそこら辺の3000円のホールケーキ買うより絶対こっちの方がいい。マジで美味しい。これはなんか安っちくない味が。でなんといっても小麦粉使われてないとか言われるとなんか体にいいかなとか思うよね。なんかね、しつこい甘さじゃないけん、ちょっとこれもったいないけん今開けんけん、今日食べたしさっき。めっちゃ美味しいんですよ、これ絶対食べて。いやマジでこれ美味しくないかったらレナに文句言っていいよ、俺自信がある。レナがプロデュースしたわけじゃないけど、マジで食べた方がいいと思うし、これ男の人がね、女の子にプレゼントしていいと思う。嬉しいよこれ、マジ可愛い見た目が、このリボン。レナはこれ普通におすすめだな、だなだってこれはおすすめですね。ケンズカフェですからね、みんなメモっといてね。これマジでエレナ
普通に例えば男の人にバレンタインだよとか言ってこれもらったら飛び上がるぐらい嬉しい。マジも美味しいけどやっぱなんか見た目が好き、大人っぽいのにこのリボンで可愛いみたいな、こういうグッズ作ればいいのかな。可愛い、これ大人可愛い、今日の服にぴったり、ほらってこれ美味しいわ、これはすごい新しい iPhone かなって、これ iPhone ケースやったら可愛い、iPhone ケースやったら可愛いね、あ、可愛い、誰か開発したら、こっち外でこっち画面で、まれな手帳型がいいですけどね。これやばい、でかくないよ、だって6、違う違う7プラスこんぐらいの大きさするもん。いやこれはやばいね、だってみんなにねちょっともうちょっと紹介したいのがあってね、これね健康になりたい、まあ女の子、いやでも男の人にも言ってか、マジレンダが普通に気になっとって、まあ、ゲットしたんですけど、チョコレートってさ太ると思うやん、じゃなくてダイエットにいいチョコレートがあって、まあいつもさなんかそう糖類ゼロでしたっけ、糖類ゼロ、砂糖ゼロとかなんかほらあるじゃないですか、そんなもんじゃなくてちょっとどれから見せようかな、なんかねご飯食べる前に食べたりするやつ、まあちょっとこれ見てね、パッケージ可愛くない？マジそこにやられた。なんかね、ビフィズス菌、ビフィズス菌、ヨーグルトにいっぱい入っとんやん。なんかヨーグル、この一粒に確かヨーグルト二つ分のビフィズス菌が入っとらしくて、ご飯食べる前に、あ、そうだ、書いてある。なんか二粒食べて、なんか食べ順ダイエットみたいな、なんか名前わからん。あるじゃないですか。野菜から食べるといいみたいな、で血糖値を上げたらダメみたいな、それちょっとホームページで見て、いいんですよとりあえず、種類がね 1,2,3 いっぱいあるんです。そう、女の子はねコラーゲンがあります、やばいね、食べてみてほしい、メナの味、抹茶もあるんですよ、青汁、よだれ出てきた。コラーゲンミルク、コラーゲンミルクのミルク食べよう、食べてみようか、でご飯食べる前にこうね食べたらいいんだって。あ、普通になんか見えます、いっぱい入っと四角いキューブが、甘っ、こういう感じですね、甘っ、うまっ、やばっ、これもグルテンフリーなんだって、グルテンフリー、今日グルテンフリー祭りだね、これとりあえずなんかね、だから専門家の人じゃないけん、なんか嘘言いたくないけど、みんなホームページ見てみて、気になったら魔法のん、ここですね、グルテンフリー入っとうとかよね、とりあえずネットで見て、これヘルスサイエンスファンケル、ファンケルって聞いたことあります？そことねコラボしてこの青汁のも出してるんですよ、太りにくい体にしてくれるんだって、チョコレート大好きな人にはいいかもね、砂糖いっぱい入っとうのよりも、あー、いいこと言ったね、小麦アレルギーの人のためにいいかもね、いいかもいいかも、まあでね、ちょっと今日いっぱい紹介していくね、食べんけど、レーナがちょっと最近これやばい美味しいと思ったチョコがこれです、これもちょっとしか入ってません、これは
チョコフルーツジャンドゥーヤって名前で、あのフルーツ別に入ってませんね。フルーツとか入ったチョコレートあんま好きじゃないけん、え、なんで知ってんですか、アブボって。なんで知っとうと、あ、ブボ、あ、ここに書いてあるけんびっくりしたよ超有名かと思った。そう、ブボジャパンっていうところなんですけどね。え、これマジで美味しかった。なんかムースかみたいな、生チョコとムースがなんかコラボしましたみたいな、なんか味付け、味付け、もう一粒しかないんですよ。結構ね、結構中見てて汚いけど見せんとこ。大きさはなんかまあこれぐらいの大きさなんですけど、中にナッツ入ってるんですけど、ナッツもなんか程よい感じのなんか食感があって、何よりこれチョコがマジで美味しい。びっくりした、こんなに滑らかなチョコあんのかみたいな。でもこれは1日まあ食べても2粒ぐらいで満足するぐらいの甘さかな。でもアメリカみたいななんかすごい砂糖ですみたいなやつの味ではない。いや、とりあえずマジで今日紹介しようのは本当に食べてほしい、マジで美味しいやつ。これどこに売りようかわからん、もらった。マジで美味しい。これは覚えた、検索してみて、ウボ食べりーって言って、食べりー、どこで買えるか分からん。ブボジャパンね、食べてみてください。ブボ、まあ、こんな感じかな。まだあるっちゃけど、ちょっと今日チョコ食べる気分じゃないまだあるんですけどね。レナの紹介するやつコンビニまずない。え、今まで紹介するやつコンビニあったよ全部。レナ今日本当はね持ってきたやつあるんですよ。でもちょっと本当に今食べる気分じゃない。でも見せるね、これです。ずっと気になってたなんかヌテラっていう有名なやつ、これと、これ普通に売りようよ。でもルックのなんかいろんなチョコレートの味が入ったやつ、コクのベネズエラ、香るエクアドル、深みのガーナっていう3種類入っとる。これ美味しい。富士屋のチョコレート、ハートチョコがない。もうマジでハートチョコレートは一番紹介せないかん商品なのに見つからん。これコンビニにあるよ。あ、でもこっちは町岡かな。ヌテラ&ゴー、これは うまいやつ食べてないけど美味しそう。また食べたら言うわ感想。でもヌテラ食べたかったけど嬉しい。謎の町岡を教えて。だって町岡安いし。え、福岡のスーパーに富士屋のピーナッツチョコ売っとうと、やば。ブボだけ覚えた。ブボとケンズカフェのガトーショコラと魔法のダイエットチョコレートです。今夏やけんやっぱチョコレートね、買ったら冷蔵庫やないかんけん。お、ケンズカフェ調べました。あ、調べた、明日食べるって。食べてみて。まあまたねブログあげます、近々。絶対覚えられんもんね、口で言ったって。普段全くお菓子食べん人へのおすすめ、むずいよレナ、だってチョコレートとかお菓子大好き人間やもん。チョコ以外のおすすめ、ポリッピ。お酒飲まないんですけどね、ポリッピ大好き。
久しぶりにレナ見れて、だって生で見れて、まあ生じゃないけどね、生で見に来てよ。8月26日と9月6日からリリースイベント始まるんで会えます。東京と名古屋と大阪行きます。プリッピー美味しいよね。最近レナの影響でチョコ買うようになったよ。いっぱいコメントに書いてある。チョコがこれで売れればいいな、冬に冬じゃん、夏に。リリーベの時にプレゼントって渡せる？無理かなって。ううん、全然受け取れます。ね、チョコプロデュースしたらできたらいいのにな。ダイエットなうなのって、ダイエットの時こそさっき紹介したさ、そのダイエットチョコレートがいいと思うよ。アイスクリーム、アイスクリームなんかあんま買わんかもな。でもあ、なんかさっぱり、ファミリーパック用のなんかさっぱりのなんかみかんの一口サイズのやつはたまに家にあるけど、あんま買わんかもね。冬に結構チョコ食べる、チョコじゃないアイス、寒いのに。ハーゲンダッツのマカダミアナッツ美味しい、食べたことある。10キロ痩せたとかすごい。ダイエットチョコ甘味料とか大丈夫な感じ？大丈夫やけん、こういう宣伝文句で言うんじゃないと。でもコラーゲンとかいう言葉に弱いですからね、女の子は。目なんだけど。ポテトチップスは？ポテトチップスも好き。4日で4キロとしてやばいやん。1日1キロ？ガリガリやん。組とガムどっち派ですか？うわー、気によるカラオケでうまく歌えるコツ。でレーナね、ちょっと目描きます。影レーナがうまいなって思う人って、まあ、音程外れんのはもちろんのことやけど、その本物の歌の人の真似というか特徴をつかんで歌をしてるじゃないですか。なんかそういう人がやっぱうまいっていうか、なんかセンスあるなって思う。なんて言ったか、なんか自分流に歌う人あんま好きじゃなくて、なんか人の歌なのに、なんかちょっとぐらいその人の特徴を取り入れたらって思っちゃう人なんですよ、レーナ。そう、アレンジ入れてくる人嫌でーす。やっぱりそう思う？そう、その人、そうそうそう、まあ別になんか別にいいよ、別に自分でアレンジして歌ってもなんかその人より上手いっていう自信があるならね。トレーナーはやっぱりなんかこうカラオケとか行った時に本人に似とったりとかすると歌い方が上手って思う。そうそう、自分に寄った感じあるよね。なんかいきなりさカラオケとかでさ、なんかさハーモニーやってきてフェイク入れる人なんか何って感じ。え、つんくさんも歌う上手くなるには真似することから始めるといいって言ってた。マジで？やば、同じ考えだ。レナもそれ思う。レナはコピーから始めるね。とりあえず上手いなーって思う人の歌を聞いて、あ、こういう風に歌ってみたらこの苦手なところこういう風に歌えるかもとかって思って、やっぱ歌えたりしたりするけん。よかった、共感してくれる人いっぱいおる。
ちょっと沈黙の時間多すぎるね。今ちょっとコメント見よった。ラベンダーのライブで 2,3 キロ痩せるとかやばくない？全然痩せんちゃうけどね。今エマバサキしてなかった今。最近聴きよう曲はおそ松さんの曲、 TBS のラジオで流したんですけど、ま、TBS のラジオやってるんですけど、レギュラーでそれ流したやつ。あ、おそ松さん、そう、おそ松、今おそ松くんって言ったらね、おそ松さん、花丸ピッピで、一生全力もらうとにあむずら、明日もいのおの未来。あの歌いい。なんかこう後ろに入っておガヤとかいいよね。ああいう曲好き。なんでそれ知ったかっていうと、再放送なのかもしれないけど、夜中にねアニメやってて、それでなんか普通に YouTube 見よったとね。でその花丸ピピ流れてきて、あ、なんかこの曲いい曲ってパッて見たら、そのおそ松さんで、あ、なんか流行りのやつだと思ってそれ見た。再放送か。YouTube はスマホで見ますね。パソコンでは見な、スマホで見ながら知らんうちに寝落ちしと。今日ぐらいね、クロマ術師みたいでやばいやん。クロマ術師ってギラギラ伝説早く聞きたいな、早く聞いてほしいな。やっぱまばたき少ないのか、やば。だけ目が疲れるっちゃね、やばい。水溜りボンドのトミーがガリガリ君1秒で食べてたけど、ま1、4。目薬買ったの？何の目薬？あ、ドラクエのやつとか出たやつ？買ってない。何千いかんやったかって、あー、つんくさんのコメント、うん、レンナは約束したけん何千いかんと喋らんけん今日は無理やろな。あー、先週時間が遅かったけんちょっと見てくれる人が多かったって、今日普通に始めたけどね、オンタイムで。意地悪とかじゃないよ、7000行ってからって。ねえみんな、あのさ、レナツイッターとかやってないけんさ、なんかこう簡単にさつぶやけんやん SNS だけど、ショールームある前になんかどうにかしていっぱい見てくれるようにツイッターしで拡散してくださいツイッターできんちゃん、あ、やってくれるとありがとう。公式のツイッターラベンダーのってこと？なんかそれソロじゃないけん、なんかさ、私もレンダーやってないし。つんくさん聞いてくれたの、ラベンダーの曲。そう、聞いてくれたってか、無理やり聞かせました無理やり送った。シンデレラとギラギラ伝説、送ってきたらさ、聞かざるをえんやん、きっと。で、優しいけんさ、つんくさん聞いてくれた。アルバムじゃないんだよ、アルバムよ。ギラギラ伝説とシンデレラタイムアルバムやもん。そう、なんか言いよったっちゃけど、その感想を先週、7000人、この見るのが7000人いったら喋るねって言ったけど、今日多分いかんけん喋らん。ツイッターするのは難しいんやろうか。難しい、ダメみたいです。
初の動画まだ上がってない。やっぱちょっと時間が遅れるだけでも見てくれる人が多くなるって、やっぱそれだけ家に帰ってくるのがみんなこれぐらいの時間じゃろうね。まあもう11時やけんそろそろやめるけどそろそろやめるけどとか言って言い方な。ベアーでしたっけ。そうだ、ベアーも全然やってないね。そうだ、ベアーも一応やってるんですけどね。未完成娘ね、音源化ね、できたらよかったのにな。この曲ってどれ？エール？エールのビブラート好き、ありがとう。未完成娘やな、どうなるかな。なぎさのシチュエーションね、みんなすごいテンション上がってくれとったね。困ったコメントが、あーエール聞いた時の話ね、さっきのね。いや未完成はマジで楽しかった。あれは楽しかったよ。手拍子早かったけどね、みんな未完成娘テンション上がりすぎて。なんでか分からんけどレナの最初のパートのとこだけが早いっちゃうね、すごいみんなビデオ見て笑った。早かったよ。なんでだ、わざとやられるとマジで歌が歌えんくなるよ。レイナわざとやったらやめて。もともとリズム感がちょっととかならもう仕方ないなと思うけど、わざとやったらマジで本当にマイク投げる。蹴った方がいいとか言って受ける。なぎさとかひどかったって、ほらお客さんがひどかったって言ってやばくない。だから最初思ったトゥートゥットゥルンってこれね、マジで笑えるかと思う。トゥートゥットゥルや、普通にトゥートゥットゥルみたいな。あでも今のあったよね、なんかねトゥートゥットゥルみたいな。どこでどこで叩き呼かな、みんなすごいなみたいな。トゥートゥットゥルトゥットゥルみたいな。面白かったあれ。これいつも笑える、自分でやると。しかも渚のシチュエーションだけじゃないけんね。あ面白い、面白かった。バカにはしてないけど大丈夫、どうしたもんかって思うぐらい。あ面白かった。ずれると歌いにくい、だって歌いにくいよ。レナイヤモニしてないけんさ、最近レナは直で聞こえるけん。ちゃみんながさ大きい声でさ口出しとかも「それ」って歌ってくれるやん。あそこ自分の声何も聞こえてないもんね。みんなに合わせて歌いようって感じ。それぐらい直でみんなの声聞こえてくるけん、ガチでずれてしまう子は許す。でもわざとする人はちょっと悪意がある。どうやったらライブ行けるの？え、ライブ普通に当日券とかで来れますよ、そのそこの会場で。あとなんか M ラインクラブのラベンダーのページ、ファンクラブの見てくれたら多分ライブがあるときは載ってます。ショールームにリンク貼れないっけ。だって何の
ファレルゾあのあれってことファンクラブのホームページってこと貼れるなら貼った方がいいよね。だってショールームってね普段レニャのことを知らん人とかさ初めて見ましたとか結構追ってくれるけんさ今レニャが何の活動か知らん人に見てもらえ画面に貼れるんだって。調べよう。それかなんかみんなあのツイッターに書いてあげてマネージャーさん見るけんこうやってしたら貼れるよみたいな情報今日初めて見ましたってみんな田中レナとラベンダーを拡散していこう。たくさんの方にこれからも続けていくためにトゲかわいいやってこれもらったっちゃけど109のやつです多分ブランドとかじゃない。レナもそろそろ大人やけんなんかかっこいい腕時計とかした方がいいのかな。でもやっぱかわいいに走ってしまう。ロレックスじゃない全然安いやつでもちょっと大人になったらちゃんといいやつ使う。ツイッターやってるのってラベンダーの公式ツイッターね。田中麗奈はやってない。田中麗奈はインスタとアメブロとたまーにウェアしかやってない。さあじゃあそろそろ東京タワーじゃないやタワー入れてくれた方とおしゃべりしよっかな。じゃあまずはランキングっていうよりも最後ランキング言うけど東京タワーって言ってしまった。まずわっくんタワー1個入れていただいてありがとうございます。わっくんなんかお話ししましょう。8本ある東京うわ嬉しいね。8本ってやばくない。いやまた来週も頑張ろうと思う。ショールームわっくんなんかおしゃべりしよう。いいよゆっくり。なんか聞きたいことあります。普通に何これ答えにくいみたいなやつじゃない限り何でも答える。嫌やったら嫌だっていうね答えの。なんかありますか。ねえ8本ってやばいよね。嬉しい。やばいよ。ワースポのインスタでレナが紹介されてたよ。店員さんとどんな話するの。そうやなあ。でも誰々さんが今日来られましたよとかって言ってくれるあのファンの方がレナにワースポ買ってくれる時あるんですけど、そういう時に報告してくれてきましたよってとか何喋るかいな。あなんかいつも来てくれてますよねとか言って、あこの前その展示会で会った時はあ MV に使ってますみたいな話して MV 見せた。いち早く誰よりもいち早く公開した店員さんに。そうそんな感じいいですかね。もういい以上かな。次行くね。じゃあ次これまた1本入れてくださいました。目尻さんいます。あっ おるよねこのランキングのところへん。見よったらなんか一文字あーでもなんか はいでもなんかヘイでもいいけんなんか面白いねこのアバターみたいなやつ。なんか血が出とうやん口からこれ目尻さんやろ。あよだれこれ。メジリさんおる？なんかおる？おったらなんか言って。ジャンプかなんか。ね血が出と口切れちゃった。メジリさん？まあおらんかな。でもおらんやったらさここにおらんよね。あばこの人形も。おるとかいな。一回入ったら。あ。寝とうかもしれんってこと？わっ、おやすみおやすみ。めじりさんごめんね夜遅いよねやっぱりもう寝る時間やろ。次行くけんもし起きてなんかはいとか言ったらみんな教えて。ちょっとコメント今下向くけんないな。次、まあ、1個入れてくれたあひごさん先週もねあひごさん入れてくれてからねなんか
おおる。あ、最近数学女子学院見てます。サインコサイン明太子。ああ、そう、韓国の方だ。何って感じ。これですよね、マーク、マークじゃないポーズ。なんかサランヘアじゃなくて、サランヘアって何してる、愛してる。なんかこんなじゃなかったしてるポーズ。あ、違う、違うか。 TT の人って TT の人ではないよ。あ、これ今でもなんかこれあったよね、昔。違ったっけ。え、アヒゴさん、どういうこと。最近見てくれよってこと。じゃあ一緒にやるか。サイン、コサイン、明太子、キラン。こうやったよね。もう結構前のドラマだな。そんな感じ。あ、よかった、正解やった。これやってくださいってことやったじゃね。ありがとう、カムサハムリだ。じゃあ次、2個入れてくれた山出さん、山出さんおる。あ、おった。なんかあります？なんか喋る、なんか聞きたいこと、言いたいこと、報告、言ってほしいこと。ね、起きとったらよかった。胸キュンフレーズ言ってください。ねえ、最近の胸キュンって何？例えばコンセプトとかなんか分からんけど、こういう系とか。告白？告白とかしたことないんですけど、どうしよう。じゃ全然バレンタインではないけど、チョコレートあるし、バレンタインの手でやろう。山出さんの名前入れてあげればいいのか。山出さんでいい。上司の人みたいね。山出さん、もうすぐバレンタインやん。だけん、レイナと付き合ってほしいっちゃけど、これ受け取ってくれ。いいですか、これで。この冷静さ。どうですか、こんな感じ。これで明日山根さんのところに届くでしょう、これが。はい、こんな感じですかね。上司なのにタメ語っていうね。でも上司にとってはちょっと胸キュンじゃない、あれ上司だぞみたいな、タメ口が仲いいのかみたいな。で次、和孝さん、3個勝高さんおる？ 3 個ってやばいよ、ちょっと目描こう。勝高さん寝てないかな。やばい。あ、おい、リリーベの時って何曲ぐらい歌いますか？歌う曲が気になります。それ言っちゃう？決まってない。でもレーナがやりたいって言った曲がもし可能ならば、今回のライブじゃ危険やった曲歌います。っていうぐらいのヒントしか与えられんな、まだ。おーって思ってもらえる曲にしようと思って選曲しました。やっぱ無理って。うん、だってさ、なんか来てさ、うわこの曲やったやったったいっていうさ、楽しみがあった方が良くないですか。でもこれだけは言えます、ソロ曲はやりません、9月のやつは。うん、ここだけしか教えられ
って感じでしたね。で今日はじゃあ1,2,3,4,5,6,7,8本タワーが入りました。いやもう本当にね、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。毎週毎週ね、みんなお忙しいのにこのレナのなんかプライベートみたいなのに付き合っていただいて本当にありがとうございます。ではここでお知らせいきます。はい、さっきも言いました8月26日のレナがソロで出るアニメのイベントの詳細です。ここのホームページに行けばチケットがゲットできるみたいで、レナはメインステージに11時から出ます、出る予定です。幕張メッセで行いますので皆さんぜひぜひ見に来てください。待ってまーす。そしてはい、9月6日にミニアルバムリスタートを発売いたします。そして9月6日から10日までリリースイベントで、いろんなところ回りますので、詳しくはホームページをチェックしてください。ラベンダーのホームページって打ったら出ます。そして11月5日にはフォーチュンイベントっていうのがあるんですけど、こちらはスペシャルライブが2公演あって、今ね第5次の受付まで始まってんですよ。それぐらいに人が来てないっていうこの悲しい状態、みんななので来て8月22日の15時から8月24日の14時まで受付が開始されるみたいなので、なんか今久々にレーナー見たよとかちょっと気になるよと思ってくれた方、ぜひねちょっとこのライブ1回でも見に来ていただけたらなって。チェキとサインを売り切れたっちゃけど、このスペシャルライブがねまだちょっと余ってるみたいなので、ぜひぜひなんかお友達とか連れてね来ていただけたらなと思います。詳しくはこっちはラベンダーのホームページじゃなくてフォーチュンミュージックのサイトに行って見てほしいです。11月5日ね、レナの誕生日近い、11月11日だからみんな祝いに来てっていう感じで、皆さん待っております。さあみんなもうお風呂入った？今日もいっぱい寝てね。雨降りやけんもう最近気分がズーンってすると思うけど、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。明日は晴れるといいね。まあ7000人いかなかったんでそんなコメントは言いません。じゃあ皆さん今日も本当に見てくれてありがとうございました。またインスタとかブログとか更新していくのでぜひチェックしてください。もう言うことないよね、言い忘れないよね、うん、ランキング、そうランキングだね。1、2、3位言っていきますね。いつねこれは決まりだからね。3位、まっくんおめでとうでございます。ありがとうございます。そして2位は山手さん、ありがとうございます。そして1位は和孝さん、おめでとうございます。そしてありがとうございます。ではまた来週も見てください。それでは皆さんご一緒におつかーれいなー、バイバーイ。